民家の間から上がる赤い炎と真っ黒な煙。消火活動が行われているようですが、火と煙の勢いはなかなか収まる様子がありません。この火事が起きたのは、長崎県長与町の住宅団地。今日午前8時20分ごろ、通行人から、民家から黒い煙が上がっていると消防に通報がありました。住宅が密集している火災現場。消防車12台が出動するなど、一時騒然となったといいます。怖かったです。あっという間やったんで、最初見て5分10分後ぐらいにはもう窓もバリンって割れて火が上がってる感じだったですね。この火事で村岡津也子さんの木造2階建ての民家一棟が全焼、また隣接する6棟の屋根なども焼き、およそ5時間半後に消し止められました。怪我人はいないということです。